試合後、東京から高知に戻ったら愛犬のシュートが迎えてくれた。俺の辛さと悲しさが伝わるのか、ずっと手を舐め続けるシュートの優しさに慰めを感じた。平凡な日常が少しずつ戻ってきた。自宅にあるホワイトボードに残っていたゲームプランを消しながら、あの時の敗北感と喪失感が再び蘇る。なんで俺負けたんだよ。新人王を目前にして、この悔しさは決して消えない。また失敗から学んで前進するしかない。アマチュア時代もそうだった。きっとこれからも多くの試練が待っているだろう。人生は試練だらけだ。強くなるしかない。敗北を悔やむ間もなく届いた次の試合のオファー。対戦相手は小山義弘選手、元シュート環太平洋ライト級王者。プロ戦績29戦24勝、俺の10倍以上のキャリアのある超ベテラン選手だ。突然舞い込んだ大きなチャンス、乗り越えられない試練はない。一つ返事で引き受けた。3月23日土曜日、格闘技の聖地後楽園ホールで行われるプロフェッショナルシュート2024ボリューム3。この日奇跡が必ず起きる。詳細欄のリンクからチケットを購入して、東京の会場で猛烈な応援をよろしくお願いします。 Let's go!